ただね、そのタイガーはね、ひょっとしたらもう毒草認定するべきかもしれないよ。もちろんね、トリカブトみたいな毒草もね、治療薬に成分が含まれていることはあるよ。その程度の使い方にするために、もう大麻は毒草認定するべきかもしれん。大麻原産国の日本でね。一方、日本に勝ったアメリカ合衆国は大麻に溺れたわけ。だからまるでアヘン戦争の敵討ち取ったったみたいね、日本が。中国のね、中国が満州系の親友、まあ女真系のね、要するに天皇家と同じ女真族の親友国に支配されたところ、中国はイギリスが持ち込んだアヘンに侵されてしまった、庶民がね。でもそれは天皇家と同じ女真族の真の皇帝が、王朝はね、喜んだわけ。支配しやすくなるから。だから今の中華人民共和国が、上海ティーパーティーの、要するに上海茶会事件の、要するに上海港にね、大麻を怒り狂った投げ込んだ役人がおって、中国に。それが林則徐っていうと。その林則徐を表彰せえへんねん、まだ。それは今の中華人民共和国の権力が満州系やから、っていうことがわかるよね。まあ、こういった事情はね、華僑系の陳春心っていう日本の歴史小説が書いて、暴露してあります。まあ、神戸の陳春心さんね。だから、神戸かな、横浜かな、まあ、どっちか。ね。まあ、だからしっかり読んでください。陳春心さんの著作を。じゃあ、天皇家と同じ満州女真族の清朝うちの日清戦争とかの清ね。清朝うちが、実はアヘンを喜んだと、中国庶民に吸わせろ吸わせろって、っていう構図が浮き彫りになってくるからね。だから単純に中国の敵討ちを日本が大麻でアメリカに対して慕ったという、そんな単純な子供じみた解釈は間違い。